リチャード・ウィルソンはイギリスの画家である、イタリアに学び、ジョージ・ランバートと並んで、イギリスにおける風景画のパイオニアとなった。ウェールズのポイスのペナゴズに、聖職者の家系に生まれた。1729年に、ロンドンに出て、トーマス・ライトという肖像画家の弟子となり、肖像画家として働いた。1750年から7年間、イタリアに滞在した。 ベネツィアやローマに滞在し、ローマでは、イギリス人のための美術学校、アカデミー・オブ・イングリッシュ・プロフェッサーズ・オブ・ザ・リベラル、アーツでも学んだ。当時、ベネツィアで働いていて、後に、イギリスで活動することになる、風景画家のフランチェスコ・ツッカリリや、ローマ在住のフランス人画家、クロード・ジョセフ・ベルネ、都市系感画が得意な、ローマの画家、アンドレア・ロカテリラの影響を受けて、 風景画を描くようになった1755 17年にイギリスに帰国した。イギリスにおいて風景画を描いた最初の画家の一人で、後のイギリスの風景画家、ジョン・コンスタブルやジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの作品にも影響も見られる。1768年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの 創立メンバーの一人となり、後にはアカデミーの師匠も務めたウィルソンが教えた学生にはトーマス・ジョーンズらがいた。ありがとうございます。